2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船弓張と命名されて、その巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられたよ。巡視船弓張は、大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦巡航、2番艦朝凪に続く、3番艦として建造が進められてきたものだな。尖閣の平和を守るために、存分に頑張ってほしいよね。さて今回は巡航型巡視船の3番艦の弓張が三菱重工業者の下関造船所で浸水したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上保安庁における巡航型巡視船は PHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦なんだ。巡航型巡視船は今回の3番艦弓張を含めて、3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航はすでに2020年2月に鹿児島の第10管区保安本部に配属が行われているよ。2番艦の朝凪は昨年2022年6月に浸水を迎えており、3番艦の弓張と同様にこの2023年度中には収益する予定と目されており、巡航型巡視船の建造費は1隻あたりおよそ170億円強と公表されているね。海上保安庁の大型区巡視船といえば総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うけど、同型は軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費はおよそ260億円強と高額だったんだ。そのため巡航型では建造費用の低減もポイントとなっており、商用用の船舶と同様の構造を採用することでコストダウンを目指し、戦術したような金額を実現、黎明型に比べ2分の2ほどで収めることに成功しているぜ。そうした経緯を持つ巡航型巡視船は、総トン数で6742トン、全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用。最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保しているよ。巡航型巡視船は排水量が大きいことにも比例して、海上保安庁の巡視船の中では兵装も充実しており、兵装にはスウェーデンはボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲1機を装備しているんだ。これに加えて巡航型巡視船は副兵装としては、アメリカはゼネラルエレクトリック社製の 20mm の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では最も重武装が施された船の一隻だと言っていいんじゃないかな。また巡航型巡視船の最大の特徴でもあるヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シペルピューマーク2プラスを2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も常時2機を搭載する運用とされているよ。こうしたヘリコプター2機にプラスして巡航型巡視船では4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて他の小型の巡視艇等へ補給を行える支援機能も果たす船舶でもあるんだ。巡航型巡視船がこうしたいわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化だね。今回浸水を果たした巡航型巡視船の3番艦弓張も、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海警局の船舶に対抗することが期待されている状況だよ。尖閣諸島の周辺海域は海上保安庁の組織においては第11管区海上保安本部が管轄しており、そこでは沖縄方面の東シナ海や太平洋フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は沖縄本島の那覇に置かれているな。海上保安庁の中でこの第11管区海上保安本部は最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、
その管轄領域内に尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから特に警備体制を強化しているぜ。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは1971年以降のことだけど、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って以後、中国側は自国の海警局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ているね。それは尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や、世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるけど、ゆえ石原慎太郎氏が尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して以後、中国の強硬路線は強まった感があるよ。結果として政治的には尖閣諸島は東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお一層中国側の同諸島に対する意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろうな。そしてそうした中国側の動きに合わせて日本側も尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は尖閣諸島の周辺の領海に対し専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織されたぜ。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には一旦の完了を見たんだけど、中国海警局は海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっているね。海上保安庁側としては尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ同海域に長期間留まっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させているみたい。その一環として今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張りの進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっているよ。すでに2012年度の時点では第11管区海上保安本部に配備されていた大型の巡視船は7隻だったものが、3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるけど、中国海警局の船舶の増加数には全く追いついていないのが実情なんだよね。昨今の中国海警局は組織の改変に伴い軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶もそれに準じてももともとは中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には 76mm もの主砲を搭載したものまで存在しているんだ。それらの中国海警局の船舶は4隻で1つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に日本の船舶が現れると集団でその行動を妨害する動きを加速させ、事実上日本の漁船の自由な操業を困難にしているってわけ。そうした現状にあろうことか日本の海上保安庁の対応が弱腰であるとの批判の声も一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろうな。中国はこうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においてもその領有を主張して周辺国との圧力が絶えないんだけど、経済力を背景に海軍や中国海警局の増強を続け、その実力をもって自らの主張を押し通そうとしているみたい。にもかかわらずなぜか日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だその傾向は止むことはないと実感させられるよね。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのなら、仮にイデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが一体何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦として建造された艦艇が最上型であり、今年2022年3月に2番艦熊野。
続く4月に1番艦でネームシップの最上が相次いで就役を迎えており、いずれもまず横須賀を母港とする掃海隊軍に配備されたよ。すでに命名を終えた最上方は3番艦の城が2021年6月、4番艦三熊が2021年12月、5番艦矢作が2022年6月に進水を終え、ほぼ年間に2隻のペースで寄港進水収益を行う形で全22隻の建造が予定されているぜ。中国に対する抑止力は大いに越したことはないもんね。備えあれば憂いなしってやつだよ。そうだね。さて今回は、海上自衛隊の最新鋭の最上型護衛艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。最上型護衛艦の特徴は何と言ってもその艦隊のデザインにあって、従来の水上戦闘艦に数多く見られたような様々な装備品類の突起物がほとんど影を潜めている点で、敵のレーダーによる反射断面積の極小化を狙っていることが見て取れるみたいだよ。近年の各国海軍の最新鋭の艦艇でもこうしたデザイン設計は主流となりつつあり、その意味では個人的には最上型護衛艦の外観も一目見て海上自衛隊の艦艇だと識別することは困難で、そうした独自性を失ったことは残念にも思えるね。なるほどね。外観を見て識別することは困難だろうし、独自性がなくなっているのは少し残念だけど、突起物が影を潜めていて敵のレーダーによる反射断面積の極小化を狙う考えはすごいと思う。こうした近年の世界各国の各分野でのステルス性を追求した兵器設計は、何も水上戦闘艦艇のみに限らず戦闘機等にも奥に柄を感じさせない類似のデザインを氾濫させており、その傾向は強まりこそすれ弱まることはなさそうだな。さて最上型護衛艦だがその艦容が煮詰められた2015年時点では3000トン型護衛艦と呼称されていて、これが要求させる装備を搭載していく過程で 30% ほど排水量が増加し、現行の3900トンまで拡大した経緯を持つんだって。そのため実際の最上型護衛艦の使用は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の国際的な水上戦闘艦の区分ではフリゲート艦に相当するんだよ。海上自衛隊では、かつて太平洋戦争時にアメリカ海軍が建造したタコマ級哨戒フリゲート艦のお払い下げを受けて、全18隻を1953年から1972年までの期間、クス型護衛艦と呼称して運用していたが、この時以来のフリゲート艦が最上型護衛艦であるぜ。ちなみにクス型護衛艦は、基準排水量が1450トン、満載排水量が2250トン、全長は 93.3 メートル、全幅が 11.4 メートル、深さが 5.3 メートルと、同じく別のフリゲート艦といっても今の最上型護衛艦と比すれば、はるかに小型艦ではあったみたい。最上型護衛艦の建造にあたっては、防衛装備庁が2017年に初の試みとなる建造を担う造船会社の設計案を公募で募る形で進められ、これにジャパンマリンユナイテッド社、当時の三井造船社、そして三菱重工業社が応じてコンペが行われたんだよ。その上でこれら参加3社の建造案が吟味された結果、三菱重工業社の案が採用されることが2017年8月に決定されたが、評価の順位は2番目が三井造船社、3番目がジャパンマリンユナイテッド社とされ、三井造船社が下請けを担う体制となったらしい。その後、三井造船社は2018年に株式会社三井 ES ホールディングスへと社名変更を行い、さらに昨年2021年には艦艇建造にまつわる事業を分離させ新会社の株式を三菱重工業社に譲渡し、三菱重工マリタイムシステムズ社へと推移して現在に至っているみたいだな。そのため最上型護衛艦の2番艦である熊野は、2019年の寄港時には三井 ES ホールディングス社、今年2022年3月の収益時には三菱重工マリタイムシステムズ社と、運営主体が変更する狭間で建造が進められた稀有な艦艇となったんだよ。現在の最上型護衛艦の構想が始められた当初は、艦隊を未動線形とするデザイン案や、推進方式にウォータージェット式を採用するなどの案も存在したとされるが、いずれも実採用には至らず、設計としてはオーソドックスな形でまとまっているぜ。いろいろなデザイン案もあったにもかかわらずどれも採用には至らなかったんだね。最上型護衛艦の主兵装は対艦攻撃用途としては、アメリカ海軍の MK45、5インチ砲である 127mm の62口径の単身砲撃機や、国産の人7式艦対艦誘導弾の4連装の発射機2機を備えており、前者は砲弾によっては対空戦闘にも使用されるみたい。127mm の62口径の単身砲は最大射程距離はおよそ 37km ほどで、
国産の人7式艦対艦誘導弾は陸上自衛隊の人に1式地対艦誘導弾を艦載用に回収を行ったもので、その最大射程距離はおよそ 200km 以上と目されているんだって。ただし中国海軍の 052D 型訓民旧駆逐艦や 055 型南アキラ旧駆逐艦が搭載している対艦対地攻撃用の巡航ミサイル YJ18 は、最大射程距離が 600km にも及ぶとする見方もあり、人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の実装が必須になるだろうな。この対艦ミサイルの分野においては現状では日本は中国の装備よりも射程距離で大きく劣っている可能性が高く、日本政府が打ち出しているスタンドオフミサイル構想を、一日も早く実現する必要性が高まっていることは間違いないみたいだね。また最上型護衛艦では、これ以外にも最大16セルの VLS 垂直発射艦を搭載する予定ではあるが、装備する兵装の選定に時間をかけ、後日の予算で取得装備することとなっており、現状は収益時点では備わっていないらしいな。また VLS 垂直発射艦で運用する兵装においても現時点で確定とされているものは、国産の丸7式垂直発射魚雷投射ロケットのみであり、これは対潜水艦戦闘を考慮したもののため、対艦対地攻撃用の兵装については未定であるんだって。ただしこうした各種兵装の中でも、最上型護衛艦の最大の特徴となっているのは、従来はもっと小型の艦艇である掃海艇が担ってきた対機雷戦闘の装備意識を、フリゲート艦サイズの大型艦でありながら備えているという点だろうな。最上型護衛艦は対機雷戦闘に対処するため、その専用の OQ-911 ソーナーシステムを搭載し、機雷探知用の UUV 自立型無人潜水機と機雷の排除そのものを行う、USV 無人水蒸気を運用する能力を兼ね備えた艦艇であるんだよ。機雷探知用の UUV 自立型無人潜水機は三菱重工業社が製造を担当しており、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機として2017年に最上型護衛艦に搭載する目的で装備化が確定。その中身にはフランスのタレス社との協業も行われているよ。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の2020年度における取得単価は、1機当たりおよそ13億8000万円となっており、同機は近年探知が困難とされてきた海底部の沈底型の機雷や、埋没型の機雷に対しても安全な探知を行うツールとして期待されているらしいぜ。最上型護衛艦はこうした装備によって敵の付設した機雷を除去する機能を有する一方で、自らも機雷を付設する機能も備えており、艦尾に設けられた投下用のハッチから機雷を落とし、有事の際には特定の海域を封鎖することを起としているんだよ。具体的に日本側が機雷の付設を想定していると考えられているのは、北の宗谷海峡、津軽海峡、北方領土の周辺の海域、そして南は津島海峡であり、かつての冷戦時期と同じくロシアの艦艇を日本海に封じ込める戦略がベースだろうな。また最近では中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力の増加に対処することが、日本の防衛の喫緊の課題となっていることから、それらの島嶼部に向けた水陸両用の作戦の遂行を、海上自衛隊の掃海隊群が担っている点も注目されるらしい。こうした島嶼部の奪還などには陸上自衛隊が編成している水陸機動団が直接の部隊として投入されると目されているが、それらの行動の前段階を支援する戦力としても最上型への期待は大きく、多彩な用途での投入が見込まれているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
2021年6月時点では、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替はその退役が予想される2035年前後を目標として、次期戦闘機を開発する計画として鋭意進められている状況にあったよね。この次期戦闘機の開発に合わせて、同機に搭載する小型の無人機の開発を行うことを防衛省が表明したよね。このための予算確保を2022年度概算要求に組み入れて本格化させることが報じられていたよな。さて今回は、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替計画次期戦闘機に搭載する、小型無人機の開発を防衛省が公表したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。次期戦闘機に搭載して運用する形式となるこの無人機は、その次期戦闘機から射出されてもっと前方の空域に先んじて展開し、その管制下でありつつ自律的な行動を行うことが求められるんだ。このためこの無人機の実現には高度な人工知能技術が必要不可欠になるものと思われ、搭載するセンサータグイや人工知能によって戦場における高度な自律飛行を目指すものと言えそうだね。今回の防衛省の発表では次期戦闘機に搭載する形式での無人機開発が打ち出された格好だけど、実はこれまでにも無人機、正確には遠隔操縦型の無人航空機の開発は俎上に挙げられていたよ。それまでの遠隔操縦型の無人航空機は、今回と同様に人工知能によって制御された自律飛行を行う点は同様だが、次期戦闘機1機がおよそ3機のこれらを随伴飛行させるという比較的大型な機体だったよな。この遠隔操縦型の無人航空機が担うのは、有人の次期戦闘機に先行して前方へ展開し、敵軍を探知する役割や、将来的には空対空巡航ミサイル等の兵装による攻撃任務まで想定されていたもんね。よって今回防衛省が発表した次期戦闘機搭載形式の無人機と、以前から伝えられてきた遠隔操縦型の無人航空機とは、かなり性質の異なるもので別計画に相当する印象を受けるよ。遠隔操縦型の無人航空機といえば、世界的に見ればアメリカ空軍がクラトス社と進めている XQ-58A バルキリーが最も知名度が高い存在だと思われ、こちらはすでに2019年3月には初飛行をしているんだ。XQ-58A バルキリーそのものもある程度の発注数のロットを超えれば、1機あたりが3億円以下の生産コストになるとして非常に注目を集めており、費用対効果を考慮した場合の優位性が高いと目されているぜ。何よりこうした XQ-58A バルキリーのような遠隔操作型の無人航空機は、当然のことだが搭乗者を必要としないため、戦闘機における人的損耗を一切考慮する必要のない点が注目されているゆえんだな。この2021年3月にはこの XQ-58A バルキリーのウェポンベイから、さらに小型の無人航空機アルテウス600を空中で打ち出すテストも成功しており、大型の無人機が小型の無人機を内包することも可能となっているよ。もともと日本の次世代戦闘機計画は、いわゆる第6世代戦闘機にあたる機体開発を行うプロジェクトなんだけど、XQ-58A バルキリー等は第5世代戦闘機やそれ以前の第 4.5 世代戦闘機を母機とできる点も先進的だね。このため、日本が自前で遠隔操縦型の無人航空機や小型の戦闘機搭載型の無人機を開発することには期待したい反面、世界の潮流からは大きく遅れてしまっている感がどうしても拭えないよな。さて戦闘機搭載型の小型の無人機だけど、こちらもアメリカは国防高等研究計画局が推進しているロングショット UAV、ロシアもスホイ57戦闘機用のライトニング UAV など第5世代戦闘機での運用が想定されているんだ。一部でフランス、ドイツ、スペインが共同開発中の FCAS 計画において、第6世代戦闘機となる同機に搭載可能な小型の無人機があるようだけど、こちらは重量 100kg 以下の小型無人機となる模様だね。ただし前述したようにアメリカやロシアなどでは第6世代戦闘機より前に、第 4.5 世代戦闘機や第5世代戦闘機を母機として運用する小型無人機を投入しそうな状況にあり、FCAS 計画もこれに習う公算が高いぜ。そうなるとフランスは現時点で運用中のラファールや、
ドイツであればユーロファイタータイフーン等の第 4.5 世代機による先行導入の可能性も高く、やはり日本のこの分野における遅れが懸念されるね。これらの普及が加速すれば、日本も悠長に次世代戦闘機の稼働のめどでもある2035年まで無人機の導入ができないという選択肢はなくなりそうだよ。無人航空機はいずれにせよ新たな分野の兵器ではあるが、ドローン等と同様に急速に進化を続けており、既存の兵器との連携をどのように図るのかが大きなポイントになることは確実だと言えるよな。非常に個人的な見解にはなるけど、こうした無人兵器は直接的な人員の損耗を防げるという観点からは、むしろ小規模な軍事紛争の多発を招く可能性を高めるのではないかと危惧せずにはいられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。